富田光富田光富田光る。1883年11月5日から1961年1月15日は、日本の神学者、牧師、教会報道、エキュメニカル運動の指導者、日本キリスト教会、現日本キリスト教会大会議長、日本キリスト教団当事者として天皇に刺激、神の国運動委員長、東京神学大学、 明治学院大学理事長、近所女子専門学校理事長、日本キリスト教連盟議長、日本キリスト教協議会の幹部など要職を歴任。日本キリスト教男子は協会牧師を務める。1938年、日本キリスト教会大会議長、日本キリスト教連盟議長として、朝鮮の主はじめ通るに、神社参拝を進め、諸君の殉教精神は立派である。しかし、 我が政府は、キリスト教を捨て神道に改修せよと迫ったか、その実を示してもらいたい。国家は、国家の祭祀を国民としての諸君に要求したに、過ぎない。と、神社参拝を行う限りにおいて、日本政府がキリスト教を容認している事実を示し、神社参拝の非宗教性を主張した。また、信教の自由については、明治大帝が万代に及ぶ大いごを持って世界に、 類なき宗教の自由を付与せられた者を乱りに、遮るは冒徳に値すると述べた。我が国の憲法は国民の信教の自由を認めている。それは憲法が認めるから信仰の自由があるのではなく、本来人の心は自由なものであるから、これを憲法が認めているのである。とした。戦後初の常ね委員会で、 一議員から富田通りと役職員は、戦争責任を、どのように考えるべきかと問われて、富田は、世は特に戦争責任者なりとは思わずと言い切った。このように戦後に戦争責任を感じてはいなかった。愛知県東カスイ郡因馬村、春日井市の農家に三男として生まれる。5歳の頃から、教会学校に通った。16歳の時南長老ミッションの RE。 マカルピン宣教師より洗礼を受ける。1904年、明治学院進学部に入学。日露戦争に従軍。1907年、神戸神学校に転校し、1909年卒業。1911年アンシュレイを受け牧師となる。1918年、プリンストン神学校に入学。1920年日本、キリスト教会芝教会牧師となる。 1929年上の国運動中央委員長となり、香川と彦と共に働く。1934年に、日本キリスト教連瞑想会議長。1938年6月末、比企協会体会議長であった富田が、神社参拝拒否の長老協会を説得するために、朝鮮を訪問した。平壌の教会で、120名の、 長老教会代表者と懇談した。富田は神社は宗教でなく、儀礼としての参拝をするように説得した。しかし、長老教会の牧師たちは譲らず、神社参拝を偶像礼拝として拒否した。それに対して、富田は明治天皇が与えた信教の自由に対する冒涜で、あると言った。1941年3月日本、キリスト教会大会議長より、 今日派合同準備委員会委員長に選ばれる。6月24日、日本キリスト教団通り者に就任。最初は、安倍吉宗が通りに押されていたが、巻き替え経験が少ないという理由で辞退した。1942年1月、総務局長と一緒に伊勢神宮を参拝して、日本キリスト教団の発足を報告して、今後の発展を祈願した。 文部省は設立された日本キリスト教団が11の部の連合体に過ぎないことを見て、部政の解消をしなければ認可しないと要求した。そこで、富田は部政を廃止することを約束した上申書を提出して、上申書と引き換えに教団の認可が成立した。これを受けて、1942年11月第1回教団総会で、部政が廃止されて完全合同が実現した。 ホーリネス弾圧事件の際には、文部省は富田に、宗教団体法に基づいて、第6部と第9部の教会設立認可の取り消し処分と、教職に辞任を通知した。それを受けて、教会の設立認可の取り消しと、教師の辞任を要求する通知を、獄中にある教職と家族に通知した。1945年8月15日の敗戦直後の、 8月28日に日本キリスト教団の常務理事会が行われて、富田の名前で通達文が送られた。それは敗戦のことを天皇に反省懺悔するようにという内容である。日本キリスト教団の常議員、総合伝道委員長、日本キリスト教協議会のに第2代目議長などの幹部を務める。日本政府の命を受け、日本キリスト教会大会議長として、 アジア外交に尽くし、日本政府から評価を受ける。また日本キリスト教連盟の議長として、日本の教会の合同のため働き、合同教会である日本キリスト教団の設立、1941年に貢献。その通り者の地位にあった。1942年11月には、日本キリスト教団の不正を解消させて、完全合同を実現し、これは、 信仰を一つにするためだと述べた。富田は自ら率先して伊勢神宮に参拝し、天照大臣に日本キリスト教団創立を報告し、発展を祈願した。ホーリネス派の牧師が治安維持法違反で検挙されるホーリネス弾圧事件が起こると、教団を守るために街頭牧師に辞職を勧告した。天皇陛下の親民として日本キリスト教団の総力を挙げて、 大日本帝国に国を置き、日本キリスト教団号を剣納した。また1944年の復活節の日、日本キリスト教団教団通り者として、大東亜共栄圏のキリスト教徒のために、現代の死と書館と称される日本キリスト教団により、大東亜共栄圏にあるキリスト教徒に送る書簡を、送った。富田は、教団通にあとして皇室に招かれ、賢を、も宮中に参拝。 死越の恩点に良くするという破格の栄誉を受けたという大東亜戦争太平洋戦争終結後も天皇への忠誠心は変わることなく1945年8月15日の日本キリスト教団の総会で天皇陛下のご意志に従って国体ご時に励むように決議し8月28日に指令を出した1946年6月の臨時総会で 通りを辞任したが、その後、常議員や総合伝道委員長として、教団を支え、戦後も引き続き日本キリスト教団のエキメニカル運動を指導し、日本キリスト教協議会の創立に携わった。教育にも関わり1946年、近所女子専門学校理事長に就任。富田光通,通りは、日本の全キリスト教会を率いる者として、厳しい迫害に耐えられない、 日本の教会に配慮して、伊勢神宮を参拝したとされている。日本キリスト教協議会のキリスト兄弟辞典は、戦中、戦後の困難な時代にあって、日本キリスト教団の指導に当たったと評価する。富田の立場は、本質的に教会の合同に通じ、世界教会の成立を施行するものであった。富田通りが伊勢神宮を参拝して、 日本キリスト教団の発展を祈願したことは、教団のその後の発展をアマテラス大臣に寄する行為であると評価されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。